今回は、呪術廻戦渋谷事変はどうやったら勝てたのかに対する読者の反応を紹介していきます。五条封印は防げないとして、そこからどうやったら奪還できたのかな。ウイウイが東堂を偽下等の元にワープさせる。推測だけどあれ結構縛りきついんじゃないかな。少なくとも偽下等のところにワープはむずそう。上後いる限りきついなぁ。慢心しないで全員家全員突っ込ませるとか上層部も出るとかしないと無理。というか起きた事態に対して人員少なすぎだろ。あの時五条が封印されるとは思わんし、連絡網も破壊されるしで人員補充してる時間ないしでめっちゃきつい。突発的に起こったもので近くにいた人たち呼んだんだろうし慢心とかじゃなく人員少ないのはしょうがない。よく考えたら五条の取りこぼしをなくすためにわざわざ投手呼んでるからね。本来は五条が出張ってる時点で他の人はいらなくなるんだ。偽下等と上を止めれる戦力が、こっちのレベル30くらいが最高の中相手は平均50くらいあったから無理ゲーすぎる。パパグロを上後にぶつけてナオビトを偽下等戦に連れていく。パパグロ勝てなくないかな、まともなジュブもないし。勝つとかじゃなくてナオビトを生存させるのが目的なんじゃね。ああ獄門鏡を取り返すってことね。とりあえず伏黒を上後か賢弱に当ててマコラ爆弾かまさないと勝ち目なさそう。伏黒がマコちゃん使えばワンチャン。イタドリじゃなくて伏黒が一般人大落札する側になってしまう。マコラは伏黒と相手しか狙わない定期。後半に戦闘する強いのやつ相手ならどの道巻き込まれ一般人は発生するけど、あの人混みの中戦ったら確実に巻き込まれるだろ。スクナに暴れてもらうしかねえ。そっからスクナ VS 五条。頑張って上号賢弱のいるところまで誘導した後伏黒にフルベゆらゆらしてもらう。これしかない。賢弱が仕切ってて真人と上後がうろうろしてて裏梅も控えてる渋谷か。無理。本編でも真人以外イレギュラーで討伐してるからな。五条封印を事前になんとかしない限り無理だな。スクナに解放を条件に縛りを結んで賢弱を倒してもらう。そこから五条がスクナを倒す。ダメだ、イタドリが死んじまう。残り1本ならフルベでもいけそうだし、イタドリは15本と引き換えで満足してくれんかな。五条封印を阻止できた可能性があるのみみななだったんだよな。上層をもっと早く仲間にすればどうか、いやそれでもやばいな。ダコンを呪い払か領域使われる前に撃破、草壁とパンダが位置的に近いイタドリの応援として参戦してお兄ちゃん撃破、七民がシゲモを取り逃がさない。いじれるところはこのくらいか？米印ただしナオビト以外は上後に確実に倒される。その二人向かわせても草壁は毒食らったら終わり。パンダも実力は12級だから確実に倒せるか微妙だと思う。シゲモも術式のラッキーで別のハプニングが起きて結局取り逃すんじゃないかな。東堂の術式使用可能状態にしとけば奪還はできるかもしれん。奪還して即マレーシアに避難させれば OK。マッチングでどうにかなる戦力差ではない気がするけどどうだ？花見が死んでるだけマシという事実。光線側の戦力増えたら増えたで賢弱と裏梅参戦投入ルートか。人手不足。火山とマヒトに勝てそうなのってスクナとかマコラとか特殊なやつばかりだな。てか賢弱がその気になれば渋谷の戦力なんて皆殺しにできるからな。ゴキブリに勝てるやつすらいなそう。東京2000万集中するのが一番ひどい。百鬼夜行の東京の1万倍とか。本編がベストルートなのでは？五条が封印された時点で負けなんだよな。というか封印後長宗打混戦までは上後と真人がずっとフリーだった事実。仮に賢弱と裏梅が参戦しなくても大筋はあまり変わらないよね。賢弱の気分次第でいつでもゴキブリが出てくるという事実。賢弱とさえ相打ち取れれば。無理だな、あいつ絶対ヤバい時は退くもん。やっぱり乙骨、つくもが最初から参戦してたら変わっただろうな。もちろんメロンパンもそこら辺調整してただろうけど。伏黒を上後に殺させてスクナを切れさせて暴れてもらってメロンパンもろとも壊滅してもらう。その後イタドリが体取り戻したら五条解放して解釈してもらうとか？東堂が最序盤あたりできていれば高い賞賛がある。イタドリ一時ダウン後はさすがに無理かな。スクモがもっと早く来れたら色々変わってたかもしれん。僕はただ電話しただけなんだ。ルスロクに弟子にだけ頑張らせて自分は仕事しない特急クソ BBA 呼ばわりを吹き込んで、文句があるなら渋谷で作って。乙骨呼べれば五条封印はされちゃうかもしれないけど被害は少なくなりそう。真人はイタドリか五条じゃないとダメにしても火山なら乙骨でなんとかできる気がする。
命名班にもう一人強い人員さえいればがいればマヒトウィズ改造人間×1000の出発を遅れさせれるんだが、マヒトがいなけりゃなんとかなってたかもな。マヒトさえ来なきゃ多分五条もギリ火山灰払えてたかも。ぶっちゃけ自然呪霊全員払えただけでもかなりの戦果だよこれ。マヒトの到着が五条封印に大きく貢献してたからな。ぶっちゃけあそこにもう一人一級おればなんとかなってたかも。あの人自分で仕事しねえって自落してるから。そういう術式だから仕方がないとはいえ実力的には圧勝できる七民でシゲモを倒しきれなかったのが、あいつさえいなければ渋谷大落札はなかったはず。上後払った後宿儺が暴れ回りそうなんですけど、どのみち宿儺は解放されてるし伏黒を守る目的なかったら暇つぶしで本編でも足りてない味方陣営削る言わしそうだからな。封印まで行かれたらどう転んでも負けでしょ。仮に勝利条件があるなら封印阻止しかないよ。封印阻止にワンチャンかけるならやっぱ稲子外速払え助手手巻きと列車の運行阻止だな。やっぱ罪の状態に持っていけるから起こしたとつくづく感じさせられるわ。とりあえず何を犠牲にしても東道の術式だけは守りきれればなんとかなる賢弱が警戒してないはずがない？それはそう。乙骨と測りに来てもらうとか。この時乙骨海外に金ちゃんと栃木にいるしそもそも上層部が五条単独での平定を命じたからほぼほぼ封印される。五条が嫌な予感した時点で殴ってでも乙骨とミゲルを連れてくるとか？別に上層部の命令とか五条は散々破ってるし。あいつらがいないタイミングだから起こしたというかタイミング合わなければ上層部の方から先に取り込んでうまく渋谷から遠ざけるとは思う。賢弱って東道の術式が死んでたから獄門鏡を見せびらかしてたけど、東道が無事なら手持ち呪霊の体内に入れて厳重に保管してそう。まあそうなるよね。俺の術式は死んでいると言った途端に出てきたしな9ページを。勝つなら人員は百鬼夜行並みの過剰戦力じゃね？ってなるぐらいがちょうどいい。だけど予告なしの突発的に起きたことだからそれほど揃えるのは無理だしでどうやっても負け戦だったかもな。マヒトも言ってたようにいつも通りの外中駆除感覚がどこかにあったかもしれない術師側と存亡をかけた戦争のつもりで来てた呪霊側に計りが傾いた感ある。文字通り計り強運の化身が傾いたのか。乙骨と計りがいたら板で立ち回り変えるだろうしな。何十の特級呪霊持ってただろうしよほど戦力投入戦と難しそう。本編での接戦具合は賢弱の都合によるのも大きいし、現存する奴はトレン含めて16体だっけ？無視、自然呪霊は未発見だから含まれない現存しない判定なだけで過去に呪霊操術以外の手段で捕まえたのがそれなりにいそうなんだよね。自然呪霊が生き残る展開でも賢弱が処理できそうだなこれ。乙骨と同じ特級のつくもさんお兄ちゃんと対面状態からでも余裕で撤退してるからな。百鬼夜行でも人手が足りないのが呪術界だからマサナを千年貯めてた呪霊ドバッと放出したら五条宿儺以外ならどれだけ戦力かき集めてても逃げ切れそうだもんあいつ。賢弱倒して五条解放より渦巻きされる前にマヒトを払う、最悪逃す方法考えた方がいいんじゃね。呪霊の特級は術師の特級よりだいぶ認定のランク下がるし、お兄ちゃんと良い勝負 A する直屋も一級だし、マコラかまして呪霊皆殺しにするしかなさそう。マヒトさえ消せばメロンパンの計画は終わりだし、戦力分析して確実に成功できるからこいつで抜ってきたわけだし、虎杖が宿儺に渋谷の呪霊と下等殲滅、獄門鏡を高専に渡した後に肉体を明け渡す契約を結べれば偽下等には勝てる。多分今よりひどい状況だけど、渋谷事変ではなく日本事変になってそう。上後の誘いも断ったし、肉体を明け渡すって条件では宿儺は普通に断ると思う。宿儺の目的は経費で達成できるだろうし、その程度の契約だと宿儺は小僧の絶望の方が面白いとか言うだろう。